あやつで総原です。ということで、エクスペリメント第2弾ということで、ちょっと前回のワールドとはまた違う場所で、こう、また TNT でオブジェを作って、爆破させ、その爆破土地にまた何かオブジェを作るっていうのが、ざっくりとしたエクスペリメントの説明なんですけども、なんと今回、もう事前に TNT のやつ作っておきました。作ったものがこちらになります。ドーンということで、基本的にはワールドリットのスフィアだとか、ブラシの力を借りながら、こう、適当に組んでみたもんなんですが、これを作るのですら30分かかってないっていう、ワールドリットやっぱり最高だぜっていう、まあそういったところを伝えたところで、早速転化でいきましょう。はい、ということで、基本的にこの羊毛の足場でこう記念撮影をするというか、こんな感じで最後にビフォーアフターどうなるかっていうのをやってみようと思います。ということで、発射いけーやったー耐えてくれーくそそそおーあーいいぞさあ、最初はこのまず爆破をちょっと見守りましょう。はい、ということで、綺麗さっぱり吹っ飛びました。こっからが、本番ですね。ここにオブジェを作っていきます。前回よりかは広くなったんじゃないかな。前は TNT 宙に浮かせてたんで、そんなに地面えぐれなかったですけど、今回はちょっと半分ぐらい埋めてたんで、かなり地中がえぐれるような形で、作られました。で、最初のオブジェからちょっとわかる通り、まあ、絶対わかんないですけど、今日作りたいものがですね、ちょっと怪物のようなものを作りたくて、ちょっと化け物風に寄せておりました。ということで、早速作っていきましょう。まずはこう怪物のステージを作るところからやろうかなって考えております。ワールドリットの力をもう存分に使っていきましょう。はい、ということで、作りたいものの話なんですけどさ、化け物で言ってもさ、どんな化け物作るんだって話になると、まあエンドをちょっとモチーフにした化け物を作ろうと思ってまして、ということで、まずここら一帯の壁を全てエンドっぽくします。まずはこうやって変えてくださいっていうあー便利はい、ということで、すべてがエンドストーンに変わりました。なんか途中で、これもしかして最初からエンドストーンでやって、もうなんか、いい感じで爆破させればよかったんじゃねえかと思いましたけど、まあ、爆破耐性が高いんでね、はい。土が全部エンドストーンだったところで、ここからちょっと怪物作りに入っていきますか。なんとなくですけど、かなりデカめの円なので、一回こう中心地を決めてしまって、そこから何かがこう飛び出てるみたいなやつやりたいんですよ。イメージは今こんなん出たと思うんですけど、エンダーマンレベル100みたいな、真のエンドの支配者は俺だぞっていう感じのものをここに作る、ま、ということで、ちょっとモデルを紹介しとくか。はい、このワールドピースルだったバンまあいいか。ということで、この中にまず中心の位置決めて、その辺をちょっとワープゲートみたいな感じで作りますか。よし、まずはまた真ん中作りですね。ということで、まずはもうこの辺をちょっと黒曜石で一回埋めちゃいましょう。この黒いところから出てくるイメージですかね。ので、まあ最下層がこれで埋まっててもまあ別におかしいっていうのはまあないでしょう。おー、遠くから見たらこれ完全にもう奈落に見えるな。奈落にせよかったのかまあいいか。もうちょいでかくていいと思うんだよな。多分あのぐらいの太さの、まあなんか怪物が出てるって感じだとは思うから、多分もうこの辺とかも一気に黒く染めちゃって多分大丈夫なはず。いいね、なんか途端になんか異次元感出てきた。いいよ、作りたいもんができてるよ。そういうこと俺やりたかった。はい、ということで、なんかちょっと端っこをギザギザさせることで破れた世界みたいな感じのイメージしてみました。やっぱモデル欲しいな。今だけちょっとここに生まれてもらうか。これで一応固定ができるエンダーマンですね。ま、色的に近いのは黒いコンクリートだとは思うんですけど、正直パウダーを使ってあげたいっていう感じはするんですけどね。この色とこの薄い感じの黒、なんか2色混ぜる感じでいきたいね。黒テラコッタとかどうだろう、ブラックストーンとか。ちょっとこの辺の色をちょっと見ながらちょうどいいやつ探っていこう。まあこれ見た感じだと石炭と黒コンでちょっと作ってみますか。ちょっと彼にはここにしばらくいてもらいましょう。ということで、一旦コンクリートじゃなくてコールブロックっていうか、まあ、石炭ブロックでちょっと形を作りつつ、その後にコンクリートでちょっと模様をつけていくって感じでやりましょう。
ここからちょっと大体の体の大きさを決めましょう。これであんまりでかいブラシを使いすぎるとですね、ちょっとゴム太になるんで、ちょっとこんな感じで盛りながら、まずは体の大きさを決めましょう。で、細かい造形は後でやる。まずは体の大きさを。よし、このままだと背筋が良すぎる。これは横を膨らませながら前に倒してきゃいいんだろうな。こんな感じでちょっと横も盛りつつ前を盛る。胸板だけどんどん扱っていかないか、強そうになって見えてきた。で、この辺をちょっと削る必要もあるな。これは削りましょう。よし、ということで頭が終わったんで、ちょっと手とかも伸ばしつつ怪物っぽく仕上げていきましょう。これに関してはなんか正解があるってわけじゃないんで、おどろおどろしく化け物っぽく気持ち悪くかっこよく、これをちょっと頭に入れながら、いい感じにやっていきましょう。よし、手は一旦ここで置いといて、あとは体の模様をつけるっていうのと、あとこのちょっと地形の部分に、なんかそれっぽいものを生やすっていうことをやるんですけど、顔からやるか。顔からやりましょう。今回のこう怪物作りで多分一番大事になってくるのが、やっぱこうマガマガしさなんで、なんか怖めの顔を作りたい。ちょっと顔えぐらせるか。ちょっとここら辺を眼球が入るイメージ、一回ちょっと削っちゃいましょう。ここの奥行きが気になるぐらいだけど、これに関しては表面いじっちゃえばいい話なんで、このセンターでちょっと円を作りましょう。ちょうどいいサイズ、いいサイズ感。多少顔面えぐれたけど、一応あくまで作ったのがエンダーマンの化け物なので、ちょっとこの辺の横のやつ隠しながらとか、あとはこうやっぱエンダーアイといえばこう真ん中にやっぱ一本猫の目みたいに入ってるのが特徴的なんで、これですね。なんかこの辺のやつもいろいろ調整しながらやっていきましょう。マガマガしい色ってねえかな。黒っぽい色の方がやっぱ今回映えそうな気はするんで、昆布がまさか役に立つ。案外昆布がいいディティール出すかもしれんな、これは。昆布がまさかの強アイテムになりかわすな、これは。案外合うな。昆布レボリューション始まってるってわけだね。ちょっと鋭くなったかな。で、あとこれ、バッグにな、なんか照明を仕込んだ方が多分これ目としてわかりやすい気がするんで、ちょっと後ろ側の方に潜り込んで、なんか照明を仕込みましょう。ちょっとこの真ん中にマグマブロックのキューブでも置いてみましょう。目はこんな感じでしょうな。一旦顔ができたら、こっちの手のひらでも目を仕込んでしまえっていう、どうだろう。雑かな。ちょっとこの辺はもうコマンドとか使わずに手でパッと適当に作ってしまいましょう。はい、ということでもう一つ目ができました。こっちの手のひらは見えてねえからやんなくていいだろうという、こういうズボラも発揮しつつ、体の模様もやりますか。ちょっとこの辺今ちょうどいい感じの影ができてる場所があるんですけど、ここになんとなく口つけたいなと思ってて、まずは適当にいつも通り採掘しながらちょっと考えましょう。はい、ということで今簡単に体に穴をぶち開けました。もともと空洞だったんで、ここの部分はなくて正解なんですけど、ちょっと口っぽくするために白っぽいやつ、骨、キノコの絵でもいいのか。案外こういう方がなんか汚い感じがあるので、なんかこう怪物感は出る気がする。ちょっとこんな感じで口っぽくしていきましょう。ということで、枝だけを使ってちょっと葉っぽいものを作りました。顔を横に90度くらい傾ければ超特殊な顔に見えなくはないっていう、特殊すぎるな。一回ちょっとこれ中赤くした方が多分口っぽくなると思うんで、そこもやるんですが、今この辺がちょっと気になったんでもうちょい削る。これは今バランスを見た時に気になっちゃった。よーし、これでちょっとあとは細かいパーツ作ったりだとか、模様だな、模様をつけよう。ほいほい、これで表面にコンクリートパウダーをつけてるが、やばい関係ないところ、まで、それはやめよう。よし、とりあえずコンクリで模様もつけた。あとちょっと細かい装飾して、このちょっと地形になんか足したら完成っすね。見えてきた。ちょっと腕とかもうちょいおどろおどろしさが欲しいんで、これで細い腕をいっぱい作る。
なんかこうよくあるさ闇の手みたいなあれをちょっと作ってみよう。あーでもそうなんかこんな感じで周りからこう生えてる感っていうの、それをちょっとやっていきましょう。なんか手にしようかなって思ってたけど、こういう触手っぽいのでも案外似合うないいね。これにか、あーでもどうだろうな、この大きさででも手とかにしちゃうとちょっとやぼったりなっちゃうような気しちゃうからな。結構こうやって多く生やす予定ではありますから、まあ一回ちょっと触手っぽい細いやつだけで一旦止めてみよう。はい、ということで触手を生やしました。まがまがしさアップ。まあ大バカなとこができてきたんで、次でちょっとあの地形実ってもう完成なので、もう一気にお披露目しちゃいましょうか。ということで次会うときは完成で会いましょう。はい、ということで、本日戦った怪物ができました。いやー途中からちょっとこううまーくこうまとまるかって思いながらやったんですけど、まあ見せれるぐらいにはなっただろうということで、ということで本日作った怪物がこちらになります。はい、ドーンということで、いやーこう影ボットも後でこうお見せするつもりではなるんですが、まあいい感じの怪物にはなったなっていう、突発的でしたが、なんかこう触手みたいなものを足したらより迫力が増しましたね。いやーなんとなくこう異世界からの召喚というか、ふとこう急に現れた瞬間みたいなものをこう切り取ってみたっていうか、まあなんかこう周りの対比ですよね。こういう木とこっちのコーラスフルーツと、あとエンダードラゴンっていう、シンプルになったエンダードラゴン足したことによって、あの大きさの比較ができてよかったなっていう、こいつからしたらもうエンダードラゴンなんてもう雑魚もいいとこよっていう。これでちょっと見合ってみますか。影モッド始動。おお影モッドにしたことにより迫力は増したんですが、見えねえな。これは影モッドじゃない方が良かったかもしんないね。まあ、もしかしたらこう、光源を仕込めばまあ解決する問題な気はするんですけど、こういう胴体とかがもうほとんど見えなくなっちゃってね。これはちょっともったいないかなって気がする。そういえば、普通にこう、エンドのところを影ボットでやっても確かこんな風になったなっていうのを、なんか思い出しました。まあこれはこれで、まあ、迫力はあるんじゃないかなっていう。なんかより妖怪感が増したかなって気がする。まあこれはこれで悪くはない。はい、ということで、普段のカズさんワールド動画とか、ドドシャワールドとは違った動画も、まあたまには上げていこうじゃねえかということで撮ってるんですけど。まあ、またちょっと気が向いた時に続編やろうかなって考えております。またなんかこうね、ワールドエッドの練習になってるんで、個人的にはかなりこう、助かってるんですけど。まあ、また次回やるときには、新しい情報の一つや二つでも、まあ、仕入れてからやろうと思います。やっぱりこの規模が、こう、2時間ぐらいとかで作れちゃうっていうのは、やっぱワールドエッドのすごいところだなと思います。マスターします。もっと、使いこなせるならもっと早くいいもんができんじゃねえかって気もしますんで。まあ、あとはコマンドだな。そのあたりちょっと苦手意識潰しながら、また、続編もお楽しみにしててくださいませ。ということで、本日を最後まで見ていただきありがとうございました。また次回、また次回もよろしくお願いします。それでは。